ニコライ・イバノビチ・キバリ父、ニコライ・キバリ父は、ロシアの革命家である。人民の意思派のアレクサンドル2世の暗殺事件で、爆弾を準備し、死刑に処された。ロケット推進による大気中飛行の構想を逮捕から処刑までの間に、獄中でメモとして残した。現在はウクライナにあるコーラップという町に、ニコライ・キバリ父は、聖教会司祭の息子として生まれた。 1871年にサンクトペテルブルクの高科学校に入学した。卒業後下科学校に入学したが、1875年に判定制の文書を所持していた容疑で逮捕され、1878年までシベリアに送られた。帰還後、人民の意思派の秘密サークルに加わり、アレクサンドル2世の暗殺計画に加わった。1881年3月1日に、 アレクサンドル2世をサンクトペテルブルク市内で暗殺するのに使われた爆弾はキバリ父が準備した。このためアレクサンドル2世暗殺の主犯として逮捕、起訴され逮捕から17日後にペトルパブロフスク要塞内の拘置所にて処刑された。逮捕され処刑されるまでの17日間にキバリ父は火薬を 連続的に爆発させることによって、水力を得て飛行する構想のメモを残した。このメモは高知書当局に渡され、木張リ父はこのメモを専門家に渡して検討してもらうことを望んだが、このメモが世に出たのは、革命後で、1917年にニコライリーニンが発見し、1918年に雑誌、イロエに掲載された。宇宙旅行のパイオニアの一人と評価された。 なお、ロケットのアイデアは、独立して1891年に、ドイツの技術者、ヘルマン・ガンスビントが発表している。この後、キバリ父の功績を称えるため、月のクレーターにキバリ父の名前が命名された。キバリ父は、人民の意志派のために、キバリ父式手投げ爆弾を開発した。構造爆弾の中に十字型のガラス管が入っており、縦のガラス管には硫酸。 横のガラス管には鉄球が入っている。投擲して衝撃を与えれば、鉄球がガラス管を割って硫酸が噴き出し、爆薬に転化する。普段は、鉄球は針金で固定されており、使用時には針金を引き抜くことで安全装置を解除した。構造が単純で確実に動作する爆弾として、人民の意志だけでなく、後の社会革命党が多用した。 キバリ父は電気火花を用いて遠隔操作で爆破する爆弾も研究していたが、こちらは開発に失敗した。ありがとうございます。